マカロック軍は、アメリカ合衆国テキサス州の中央部、エドワーズ高原に位置する軍である。テキサス州の地理重心が軍内にある。2010年国勢調査で、の人口は8283人であり、2000年の8205人から1.0%増加した。軍庁所在地は、ブレーディ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 マカロック軍は1854年に設立され、軍名はテキサスレンジャー隊員で、南軍の将軍を務めたベンジャミン・マカロックにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1073平方マイルであり、このうち陸地1069平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は0.38%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マカロック軍の公共教育は下記の独立教育学区が管轄している。1947年、テキサス州がマカロック軍内、ブレーディ近くにあった戦争捕虜収容所の跡地に黒人少女のためのブレーディ州立学校を開校した。用地はアメリカ合衆国政府から借用していた。 1950年、テキサス州はこれを、クロケット州立学校に変えた。ありがとうございます。